さあ、ということでね、TS 君とペガサス君は寝坊中なんで、あとコナヤ君は、部活中かな。なんか武器なしがいっぱい走ってますよ。やばい。村の外。村の外？村の外。本当だ本当だ。何これ？でも当ててきてる。当てとしてる。あ、一人スナイパー奥。スナイパー持ちだ。オッケー。おみみ危ない。おみみ見なきゃ敵を。ナイス。オッケー。ナイス。あ、待って敵来た。敵来たわ。やばい。めっちゃいるくないですか。オッケー、うわよくダウンできた。カバーさんの方に来てかな。ちょっと行ってるね。危ねー、ナイス、超危ねー。ありがとう。トモさんもある。トモさんやばい。オッケー。お前 PQC 取っただろ。お前金のどこだ。おみみ行け。どこにいる。おみみ行け。オッケー。多分シールドは、あ、シールドダメ。やばい、弾がない。ナイス、ナイス、やった。やばい、ヌメモン。あ、オッケー。あ、ナイスね。着いた。オッケー、ちょっとだけ壊してギリギリまで。ちょっとだけギリギリまで。全部壊しちゃダメだよ。はい、オッケー。もうちょっとだって。ほら、違うでしょ。オッケー。よくやった。うん、それぐらいしか多分できない。彼氏からさ、ポンコツすぎてなんか言われたりしないの。言われるかも。なんて言われてること、それ気づいてるんじゃね。なんかどうでもいいやってなっちゃうから。結果にすらならなそう。あ、ペガサス来た。来たー。おみみごめん、敵連れてきて。ボダカさんたちとお前4時間3時間ぐらいエイペックスやって疲れて寝てんじゃねえよ。 TS もやばいな。何してんだろあいつ。あいつ絶対寝てますよ。ペガサスは結構起きたりするけど、あいつマジで一生起きないからな。昨日深夜の6時とか5時とか7時ぐらいまで。朝だな、深夜じゃねえな。朝の朝だな。7時6時ぐらいまでなんかマインクラフトしてたんで、ワンちゃん多分今ずっと寝てますよあいつ。目覚ましかけねえのあいつは。でも起きれないと思ってるから聞けてないんじゃないですか。てかもうそうか、俺らがあんだけ邪魔しても起きなかったからな。北海道の時もそうだった。そうっすよ、だって枕投げても顔面に枕本気で折れない。本気で投げたのにあいつ起きなかったですからね。やば、起きないし長いし、何に体力使ってんだろうね。日常でいるな。お疲れ様です。あー、 おい何してんだお前も。しっかりしろよお前。寝起きじゃねえかよ完全に。声が寝起き。お前マジでさ、目覚ましとかかけてんの。どうなの。起きれない。目覚ましかけても起きれないの。起きれないんだ。じゃあお前ちゃんと寝ろよ、早くにさ。動画ある日は何時間寝てんだよお前。何時に寝たの。今日は6時くらいに寝て。朝の6時。そんなに寝る？レッツゴー！ 6時からだから。レッツゴーって言われる。やばい、すごい。えぐいなお前。何で疲れてんだよ本当に。ペガサスも TS も寝起き、声が。確かに寝起きだね、本当に。でも本当に寝起き。うるせえ。ちょっと甘っ。うるせえ。褒めてくんの。勝てキュアスーキュー。わやばい、ちょっと俺もワンスクいる。そう、人数1人めっちゃろ、ナイス。今のあガチで草なんだけど。いてやば。結構1人めっちゃ激ローリー。普通にさ、普通のノーマル使ったレベル高くなってね。あ、タモさん、タモさん、この包帯、じゃあタモさん待ってください、タモさん、このハープ、これあれっすよ、あの黒曜石ってあるじゃないですか。黒曜石になんか火つけたら、あのネザーゲットできるじゃないですか。一回それ置いてください、俺今火つけるんで、それ。いや、もうどういうこと。タモさん離れて、これでネザーゲットが。
いやもういいやわけわからん。それはもう本当にわからん。来てる来てる来てる。あ、出た。100ポイント当てた。100ポイント。いや、なんかそうだ、 TS さんにねちょっと聞き出されたんですけども、 LINE のですね、はい、減ったと言われるでしょうか。そこがですね、興味深い画像になっていたんです。あ、違う、それ、はい、あのアイコンもまあまあ。アイコンもですか。アイコンもじゃないですか。なんか興味深いことだ。おやきましたね。ちょっと待ってもらっていいですか。逃げた。はい、戻りました。なんかね、ティースさん、LINE の画像がですね、男の子と女の子の可愛いなんか絵みたいな手つないで、アイコンとヘッダー、うん、アイコンと LINE のアイコンとヘッダーがですね、これは何でしょう、なんかあれかな、お揃いのアイコンとか。うん、うまい。お前、話の差で喋る、喋るな、お前。あれ、それはどういうことですか。彼女欲しいなと思って。どう考えても彼女いるやつがやるやつだろ。彼女欲しいなと思って。お前、女やってこないでしょ。うーちゃんとね、うーちゃんの LINE のアイコンそんなんじゃないですね。あれ、ポーションポイント、ポーションポイント、ワットポイント、てるるるるるるる、62ポイント3人くらいおるポイント。あ、62ポイント了解。75ポイント、ナイスナイスポイント。あ、1人やったポイント、デカパールポイント、そこがプラスポイント。1人白止めポイント、ホワイトポイント、ナイスポイント、ナイスポイント、1人やったポイント、ナイスポイント。どこ行った、こいつ。こいつはライスマンに連れて行く。オッケー。ナイスポイント。やったポイント。あらやったポイントです。ああ、見てない。トモさん、あれ乗ったことあります？ヘリコプター。ヘリは乗ったことある。楽しかったですか？バイトで。え？え、バイト？バイト？あの山小屋のバイトで物資運ぶときに体で持ってく人もいるんだけど、そのまま背負ってね。でもヘリで乗ってくっていうのもあるから、はいはい、ヘリで物資を持ってくって時に一緒に乗せてもらった。え、だからタモさんの獣みたいな体型してる。何でよ、全然ガキねえや。タモさんのマジで獣みたいな。ペガサス、いや、ガタイいいって言いなさい。縄文時代とかそこら辺ならもしかしたら持ってたかも。持ってた。肩は3メートルぐらいありますもんね。肩幅3メートル、ってやめたろ。巨人じゃん。でもなんかラップバトル見てるって言ったじゃないですか最近。タモさんみたいな髪型の人よくいますよ。ダイエットの時のあの長かったあるじゃないですか、長かった髪。あ、長い髪のね、あときの。いや、あれと全く同じ髪型いますよ、めっちゃ。キモって。キモ。いや、もうこれや、殺されるから。いや、違う。俺も殺すよ。俺あれかっこいいって思うんですよね。なんだっけ。ドレッド。俺のお兄ちゃん一時期ドレッドでしたよ。なんかドレッドって頭皮の部分は洗えるんですけど、髪がまとまってる部分とその根元の部分は洗えないんで、マジで。え、なんかかいいってます。ちょ、ティース。何？あの今の話全く聞いてなかったからもう一回言って。もう言わん。レッツゴー。やばい、これ激ロ。お前なんで山下一人で行ってんだよ。レッツゴー。最近レッツゴーっていうのが私のハマってんの。レッツゴー。なんかすごいっすよね。家族でなんかどっか出かけた時に遊園地行ったんですよ。そこの8歳9歳とかでめっちゃ金髪で、あ、違いますよ、その子がす、あ、その子がもうすごいなって思いました。すごいなって思いました。でもそういう声だよね。うん、親が逆に染めたいみたいね。え、俺茶色にしたい。茶色普通じゃん、はい、お前やるな、もっとコスチュームっぽくいけよ。いやー、嫌だ、それは。なんか弱そう。弱そう。青は、いや、タマさん、アンチダメージ終わるよ。やばい、これ終わるじゃん。え、タマさん、死んだよ。終わった。え、死んだ。じゃあ、リブートカード取って攻めて。アンチダメージ起こせるように。リブートカードだけ取って。は？いや、マジか。あ、タマさん、担げ。いや、いけ。いや、無理じゃね、これ。無理。終わったね。ちょ、回復勝負。ああ、嘘じゃん。タモさん、俺すれば見せたいのがあるんですよ。最後の一人、何？嘘じゃん。ちょっと俺の、Google Chrome のあれが可愛いんですよ。ちょっと見てください。ちょっと見てください。いきますよ。これ見えます？可愛い。おお、これか。すごくないですか？あ、ワンパンマンじゃん。え、こういうのあるの？ありますよ。おしゃれじゃん。可愛くないですか？めっちゃありますよ、他にも。お前急に落ちねえな、おい見てや。一緒、いいね、確かに。でもそれいいね。なんか動くやつとかないの？それはないっす。ないんか。じゃあということでね、次回 TS 君ドレッドヘアにするってことで、皆さんお考えください。やばい。TS ドレッド。